茨城県の発電施設建設予定地の造成工事にてルートブロックを採用いただきました。現場周辺は竹林となっており、防竹シートを検討されていました。接合部のテープ固定は経年による粘着性低下や剥離による根の貫通の懸念がありました。ルートブロックではアルミジョイントでシート同士の接合ができ、長期間強固に防竹できる点が採用の決め手となりました。シートの接合部にマーキングをし穴を開けます。アルミジョイントを設置してシートを延長します。シート設置後土を埋め戻し整地をして完成です。アルミジョイントでの接合はスムーズに作業いただけ、1日あたり120メートル程度施工いただけました。